皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは購入品開封紹介の第24回目ですね。そしてそのまあ大きなテーマとしましては映画ということなんですけども、今回ですね、もうこの品物も私がそうですね、もう30年かな、30数年探してたものでしたね。でそれを実は今から1年ぐらい前でしょうかね、たまたまそれがオークションの方に出たんですけど、ヤフオクに。ところがまあお好きな方がね同様にいらっしゃったんですよね。競り合ったんですけど、負けまして、ね、負けましてというかもうやめまして、ね、ちょっとそれはと思いまして、でまあ次いつ会えることかなと思っていたところですね、たまたま、本当にたまたま、まあ検索用語の違いでしょうね。私がいつもやってる検索用語と違う形でタイトルが出てたんですよ。でそれが一式、まあ ごちゃ混ぜでどうぞみたいなジャンク品扱いなんですけど、まあ、状態は気になるとこですが、でまあもうお分かりの通り箱なんで、でその一括セットで、980円っていうねことで買うことができました。まあ送料は別にかかりますけど、だから980円ってことはまあ約1000円ですよね。でその競り合った時はその20倍以上も言っていたので、まあ結果的にはやめてよかったなというね、まあそれはもう全ては運のものなんですけど。でまあ今回本当にっていうことで変えたんですけど、いやどなたか入札してきはるかなと思ったんですけどね、あの無事に変えました。もう誰もゼロ入札ですね、私だけということでね。じゃあねちょっと行ってみますね。まあ今サムネイルにどう書いてるかちょっとわからないんですけど、はい、ちょっと、ね、いつも通り小部屋でやってますんでね、ちょっと待ってくださいよ。まあ本当にねこれはね、自分のそのずっと集めてる中のものでも結構難関な部類だったんですよ。なかなか出ないんですよね。なんでそんなにそこまでのものとは思わないんですけど、なんかね厳しかったみたいで、はい。でまあどうなってることで、あとはちょっとね一応その扱いが、あくまでジャンク品ですということでしたので、その品物の状態というのはもうこれはもう仕方がないです。はい。さあじゃあ行ってみましょうか。あ、こんな感じになってますね。どうしましょうかね。よいしょ。こうしてちょっとちらっと見てみましょうかね。あ、ちょっとねじゃあ箱から一旦出しますね。ちょっとだけ待ってくださいね。よいしょ、よいしょ。はい。まあこれね、あ、クッション材のさらにその向こうにこう袋に入れてくださってますね。ちょっと待ってくださいよ。よいしょ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 。はいはいはい。よし。こんな感じにしてくれてますね。はい。で、よし。おお。はい。じゃあこれでこんな感じです。はい。ちょっとね、本当にどうなってるかわかんないんですけど、わかりでしょうか。サムネイルにあるかわかりませんが、要は、映画のですね、まあ大体1960年代の、そのシートをですね、はい、でそのシートで一つ私がどうしても欲しかったっていうのがね、このジャンク品のひとまとめの中にあったんですよ。はい。でまあ順番見ていきましょう。ほとんど持ってないやつばっかりなんで、映画ストーリーアンナ・カリーナさんですね。はい。ジャン・リュック・ゴダールの元奥さんですね。はい。これはどんなあれなのかな、表紙がないのかな、これひょっとしてどうなんだろう、ちょっと分かりませんね。これ表紙があるあったものがちぎれてるようにも見えないですけど、うん、アンナカリーナさん綺麗な方ですね。お、こうやのよ。お、
おおおお、いいじゃないですか。荒野のこのね 4K 上映楽しみですけど。でずっと来て、はい、ナポレオンソロですね。ロバート・ボーンが来て、逃亡者コンバットで、夜霧の忍び合い、おお、やりましたね。でもこれじゃないんですよ。いいですね。お、あら、外れてきてる。ロゴがいいですね。ロゴがこの字体、フォントがいいですね。はい、危機一髪、そしてブーベの恋人、太陽のかけら、ずっと行くわけですね。はい、ちょっとこうしてるとでも時間がなくなりそうなんで大脱走ですね。これどういうものなんでしょうかね。どっかに入っていたのやら何なのやら、ちょっと謎ですけど、はい、ロシアも入ってますね。はい、まあ、とにかくこれを持ってないですね。でこれはね、持ってるんですよ。これは持ってます。スクリーンヒットテーマね、これもロシアが入ってますね。まあ、007ね。黒いチューリップ、アランドロンですね。長い戦団、リチャード・ウィドマークとジョニー・ポワチエかな。ワンパク戦争、5月7日間は、バート・ランカスターとカーク・ダグラスですね。ベンハー・チャールトン・ヘストン、七人の侍、北京の50人、ヘストンですね。で、ロシアと。ですね。で、スクリーン・マーチ。これも、戦争映画が基本って感じですかね。もう、ジョニーが凱旋するときありますね。これ、好きです。はい。ダイ・ハード3で使われた曲ですね。はい、で、ボギーの手、ボギー大佐ですね。はい、うん、はい、まあ、いわゆるそのペラペラのレコードですよね。でこれが最新映画主題曲集、クレオパトラ北京の50人、審判、審判は、アンソニー・パーキンス、それからオーソン・ウェルズかな。で、あなただけこんばんは、はジャック・レモンとチャーリー・マクレーンでしたっけね。上級ボーイ、上級ランナーの孤独、ワンボーイ、バイバイバーディーはアン・マーグレットですね。女と男のいる報道、これは、アンナ・カリーナですね。はい。七人の刑事があるんですよ、これがね。これがまた珍しいですよね、多分ね。ちょっとここのね、状態はかなり傷んでますけどね。まあ、それはいいですね。はい。七人の刑事は父が教えてくれましたね、いろいろね。お、かっこいいじゃないですか、これ。しゃれてますね。うん、ちょっとね、痛みはあるようですけど、でももう十分ですね。はい。そして、西部音楽史、OK 牧場ですね。トーデビークロケットやつ、皆殺しの歌。うん。リオブラボーってとこですかね。はい。そして、ヨーロッパ映画音楽主題、映画主題曲集、地下室のメロディー等に始まりですね。太陽がいっぱい。まあ、基本的にはアランドローンかな。はい。そしてこちらも、まあ、西部劇になるわけですね。いわゆるもう本国版の西部劇ですね。はい。そしてこれが、これも西部映画音楽史、西部音楽史か。ボタン取りも大いなる聖堂、レッドリバーバレー、ガンファイター、コマンチェロ、アパッチ、カネ、はい。お、そして次に、いよいよ私がこのセットの中で、これがあるのと思って買っ、まあ買った。三十数年経っていよいよ入手したものですね。じゃん、これですね。もう状態がどうかな。これです。007は二度死ぬ。うわ、ついに手にしましたよ。いやー、でもちょっと状態は、まあでもここのすり減りとかありますけどね。おお、ページもちぎれてなさそう。ちぎれてなさそうですよ。おお、かっこいい。お、ページしっかりありそうですよ。ああ、よかった。これがね、いや、前、その、競った時のね、ラフオクのやつが写真ほぼなくて、本当に全ページあるのかが不安だったっていうのもあってね、ちょっとやめたところもあったんですけど、過去作、ちゃんとありますよ、そのシートも。やりましたね。1967年となってるんで、だから二度死ぬの上映当時のものですね。で、これがね、何がどう珍しいかっていうと、まあ、そのシートというのは本来のサウンドトラックじゃないんですよね。どなたかのカバーっていうのがあって。で、基本的にでも私はカバーも好きなので、で、この、その、朝日そのラバマンですね。朝日そのラバマンのカバーは何がいいかって、これがね、ここを見てもらったらわかるんですかね。あれ？どこだ？どこかな、どこかな、あれ、ちょっと待ってくださいよ。どっかに載ってたんですよ。これ、ここです。ほら。これね。例えば、二度死ぬ、歌ってるのも日本の方。そして、ゴールドフィンガー、またまた日本の方。
そしてロシアを込めて日本の方、サンダーボール日本の方っていうですね、日本人の方の歌唱によるものが収録されている。これいやもうやったーって感じですね。これは最高です。うん、やりましたよ。ついに手にしました。そして最後はこちらですね。はい。でこれも、これブリジット・バルドですね。BB ですね。ということで、まあでも結局何いくつあったのかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11冊ですよ。11冊で1000、まあ、980円。1000円ね。100円どうかですよね。100いくらですか？はい。100いくらしないのかな？うん。まあ税入れてとかね、考えてもらえますけど。まあ、これは最高の入札というか購入でしたね。はい。これまたね、いずれ聞いて、で、007のレコード特集ともね、いずれシリーズ化しますんで、もうだいぶ集まってきましたけどね。はい。シングル版ね、ご紹介したいと思います。はい。というわけで、本日はですね、30数年経っていよいよ入手できましたという、この、そのシートについてのご紹介でした。はい。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画、気に入っていただけましたら、グッドボタン。また、チャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。